いや、俺意外とレート高いな。俺地元で一番マリオカートうまいぜって言ってる友達、意外とそんなことない。はい、どうも皆さんこんにちは。行動です。今回は、マリオカート、オンライン対戦。私ですね、高校2年生ぐらいの時に、まあ、それなりにね、まあ、その夜寝る前とかマリオカートやってたんですけども、そこからかれこれ、まあ、3年ほど経ち、なんだ、声裏返っちゃったな。久しぶりの実況だからね、ちょっと緊張してる。なんか人少なくない?ちょっとね、11になった。今3年ぶり、大体3年ぶりに、このオンライン対戦というね、この環境に潜り込んでるんですよ。追加ダウンロードコンテンツとかも出てきて、まぁ、ちょっとマリカーがまた盛り上がってるってことで、またオンライン対戦ね、オンライン加入して、3年ぶりぐらいにね、こうやって、マリオカート界隈に帰ってきたわけなんですけども、見て、俺左下ね。あ、右下。俺右下なんだけど、レート7800あんだよ。で、この部屋のね、レート帯もね、意外と高い。今ちょっとね、練習で1レース走ったんだけど、こいつらやるわ。だからちょっとここは、3年ぶり?まあ、本当にね、練習はね、1回しかしてない。今の1回しかしてない。で、意外とね、周りのカスタムは、その悪い字パタテンテンとか、まあそのドンキーハナちゃん、悪い字ハナちゃん、そこら辺のそのガチカスタムみたいなのは意外と少ないよね。そうだから、こういう素人の俺でもいけるんじゃねえかっていう魂胆で今日は動画を撮ってます。まあね、まあメインの目標は、まあ、3年ぶりにオンライン対戦潜っても、まあ勝てるのかって感じですかね。てか俺はね、ちなみにめちゃくちゃ下手。それこそ地元っていうかさ、友達とやるマリオカートだったら多分ね、結構上手いんだよ俺。結構ね、あんま負けたことないぐらい強いんだけど、まあそれはその上手い実況者さんのさ、動画とか結構見てて、だから、そういうのが結構ね、生きてるんだ。だがね、この操作性、久しぶりにこのマリオカートやってみるとね、むずいなこれ。コイン取るのでも、精一杯というか、オーボムヘキだけどね、結構知識がね、あるから、今のところのほらグライダー少し速くなるコツみたいなの、そういうのはね、意外と知ってるつもりである。だからこうやってね、喋りながら実況、3年ぶりのオンライン対戦、いろんなことが噛み合わせて、結構その人様に見せるよ、あーおいおい何やってんだてめえ、はいてめえこの野郎、人様に見せるようなプレーは正直できないね。あごめんごめんってなんだ、誰に謝ったのか。いやね、まあ、1位は正直狙ってない。いや、狙ってないは嘘。コイン1枚はまずい。このヨッシーの悪パタ?いや、ヨッシーの悪パタって何?パタテンテンヨッシーってこれ強いのかわからん。あー、待って。で、ここで、いや、これ、でも意外とあれだな。いや、前2人マリオって珍しくない?はい、ここでグライダーちゃんと入れの。いや、うざいね、これ。払っちゃおうか。いやー、こいつら、やる、うー、あー無理。おい、こっち3年ぶりやぞ。手加減してくれや。こいつらはそんなこと知る由もなかったのである。ということで、一応4位でゴール。多分、レートは上がるかなってことで、久しぶりのゴールです。さあ、ちょっと見てみようか、レート。強いな、周り。俺結構下から数えた方が早いじゃねえかよ、この部屋で。いや、ここで1位取ってみせる。3年ぶりのオンライン対戦。俺が1位取る。もう最悪なコース来たよ。スカイガーデン来ちゃった。おい、俺もう落ちる可能性しかない。はい、ここ。はいよ、スタートラッシュが出てきてるよ。で、前がワルちゃんと、マリオちゃんね、マリオちゃん。珍しいね、マリオを使ってる人なんてね。ここ、はい。で、1位スタートよ、1位スタート。多分これ、裏コインかな?緑引いてく。けど俺は下手だから、防御飛行がコイン飛行があんま関係ない。とりあえず、運でのし上がっていくまで。てか俺さ、今久しぶりに本当に、ほぼぶっつけでさ、動画撮ってんだけどさ、あれだ、喋りがね、下手すぎて、これはね、人を不快にさせてしまう。喋りしかなんか、できない予感がする。ちょっとね、外かよりも今はこういうのを優先する。やっぱり動画撮るってね、難しいわ。なんかね、
日常生活でそのゲームしてる時とかはね、落ちんのかいてめえ押されたな。あの日常生活でゲームしてる時とかはさ、なんか意外とさ独り言とか喋っちゃってさ、なんか意外と喋れるなみたいな時もあるんだけど、なんだその独り言でゲームするっていう悲しい生活は。けどね、実際この動画撮ってるとさ、あの緊張も勝つんだけど、やっぱねこの世の中に配信するってことで結構ねそのあれだよね、発言とかさ、その人に不快感をね与えないようなさ、その喋りやら動画構成にしてもいけないなみたいな、そういうことも考えちゃうとさ、余計なんかね難しいんだよね本当に。まあね、でもね僕の動画はね、あの誰も見ないんで俺の動画は基本俺の実況はあの一桁ぐらいしか見られないから、そんな心配する必要はない。だからもっと伸び伸びやっていいはず。それを強みにできる今俺は絶好の立ち位置にいるはずなんだが、その可能性をね俺は大きら引いてくことごとく潰してるんだよな。いやでもね、俺最近はちょっとね動画、まあ毎日投稿とかさそういうのはしてないけど、結構その春休み、僕今大学4月なんで、今一応大学2年生なんですよ。おいおい何だおめえ。だから一応ねその3週目ということに驚いた。そのね、意外とねその暇な時間が多いから、その動画でもね YouTube にもね力入れようかなと思ってやってんだけど、なかなかねあのね更新頻度が、ね、維持できなくてね、やっぱりあれだよね、俺のこと知ってる人なんていないんだよね、そのコンスタントな動画投稿しないからさ。さて次のレースでもう一回話す。僕3年ぶりのマリオカート実況なんです。いや実況はしてない3年ぶりのオンライン対戦なんです。あのこういう難しいコース選ぶのやめてもらっていいですか俺もこれさ無言でもこのコースさできねえのにさ、なんでいきなりここをさ喋りながらやらんといけんのや。でちょっと、まあ、さっきの話の続きなんだけど、まあね俺はちょっとその意外とこのマリオカートをさって結構あれじゃん、どちらかといったら再生数取りやすいというか、まあそのやっぱり年齢層もさ結構マリカってあれじゃん、その上の世代からその子供、ね、小学生とか中学生ぐらいまでみんながやってるから、結構そのね見られるという面では意外と適してるあれなんだよね、コンテンツなんだよね。しかもこの動画配信してる人はさ、まあ、有名どころとか上手いプロの人とかいるけど、意外とこうやってマリカーの実況を撮るってさ意外と機材が必要なんだよ、パソコンとかキャプチャーボードとかね。でやっぱりその小中高生とかはそういうの意外と持ってなくて、まあ、配信とかできないわけさ。あのスマホゲームとかだったらさもうみんなスマホ持ってるじゃん。だけどパソコンとかさキャプチャーボードとかはやっぱ限られた人しか持ってないから、意外とねマリカー実況ってそこまで飽和してないんだよ YouTube 上に。いやわかんないよこれ俺が知らないだけで、その本当にね、まあ、数千人ぐらいマリカー実況者っているのかもしれないけど、けどやっぱりマリカー実況って意外とね道具揃えたりするにも意外と時間かかったり費用かかるから、その意外とマリカこうやってね今実況できてるってことは本当にチャンスだと俺は思ってるのね。実際のところちょっとあんま YouTube とか YouTuber にあんま詳しくないからわかんないんだけど、いやけどね俺はねもう動画のねただひたすらやる気が1位だったぞなんか今蹴散らしてすごいなんかライトノベルの主人公みたいなそんなことやったけど、まあねその俺はねこの生かしきれてない自分の状況に、大学生でトゲ返し俺できねえんだよ。ボーン、オッケー、3年ぶりのマリオカート1位ってか話が全然進まねえ。はい、というわけでラストレースにしたいと思います。で今回はリボンロードの普通のあれですね、 150cc ですね。いけ、はいよー。でさっきちゃんとね1位取れたの個人的にすごいわ。結構ねその喋りとか集中しちゃって画面をねあまりその意識して 見れてない時もあるんだけど、試合の前1位になっててすごかった。でまあ僕はねちょっとやる気というかそのやる気のムラが結構ある方だと思ってて、動画投稿もこのキャプチャーボード買ったから、まあ毎日投稿頑張ろうかなとか、ちょっとなんか編集とか勉強してなんかねみんなに見てもらえるような動画を作ろうかなってたくそうって思ってたんだけど、まあ結構やっぱりね
時間がねある大学生なんだけど、まあ、しかも春休みというねこの2ヶ月ぐらい休みある中なんだけど、やっぱりねちょっとなんかねモチベがねないんだよね。それもやっぱり動画上げてもさ、その一桁再生とかさ、そういうのが当たり前なわけで、結構その動画上げたら誰かに見てもらえるとかコメントしてもらえるみたいな機会があんまないから、そういうのでねモチベーションの維持がねなかなかできなくて、まあその後でいいやみたいなね動画結構そういうのもあるんだよ結構。だからいつまで経ってもその固定した視聴者は得れない。あお今の落ちんのかい。そのね動画のクオリティもなかなか上がらない、やってることも変わらん、なんなら僕の動画はチャンネルか、僕のチャンネルはね統一感がなさすぎる動画のいろんなゲームあげたり、あバンドリーあげたり、マリカーこうやってあげたり、ネタ動画あげたりね、そういうのばっかりで、なかなかその固定した視聴者はね全くその、まあ、俺自身がもうね全く取ろうとせん立ち回りをしてるのがダメなんだけど、まあ、けどやっぱ欲しいよねモチベーションやら維持するためにね。というわけでこうやってねマリオカート今またこうやって一から頑張ろうと思ってるんだけど、いやーなんとかね見てほしいよねいや別にねその数百回とか数千回なんて求めてないんで、コメントとかしてもらえるだけで、ね、本当に嬉しいとか、なんならねその5回ぐらい5回でもいいからね、もう5、6回でもいいから再生されることがねやっぱ嬉しいんだよ。というわけで皆さんこの動画見てください。いやこの動画最後まで見てる人多分この世に一人もいないんだよな。というわけでさよなら。また次回の動画いつかわかんないけど、なるべく早く上げれるようにしますので、それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。噛みすぎ。